あのー、その歴史を見るとやはりこう民意っていうのがこう普通選挙になったというのはごく最近なわけですよね。その一般18歳あ今度は18歳以上になりますけどそれまだ二十歳以上で選挙権があるなんていうのは本当最近なことで、えーまあ、日本だって、えー、戦後になって初めて女性に選挙権が与えられたわけで。 まあその前普通選挙区ってありま不選ってありましたけどその前はもう財産によって財産のある人しか有権者でなかったとそれは日本だけじゃなくてもう世界各国みんなそうなんですよねでもうそれはようやく各国で普通選挙区っていうかあ,のある一定年齢以上になれば男女平等に選挙権があるっていうのはまあほとんどの国で当たり前になったと。ででもそれで こう民意の反映が達成されたかととといいううう僕はそうではそででな思んすよ、ね、でこれからあの考えなきゃいけないのはあの一つはやっぱり少数者の権利っていうかね発言をする場あるいは選挙の中で、えー、代表者として選べるあるいは立候補できるというそういう機会を作るということがこのあの次のステップとして必要ではないかと思ってます。でその うん、その少数差ではないけれども今あの、世界的に問題になっているのはそれはあの小林さんの方からご説明いただいたかもいた,だいた方が適当かと思いますけれどもやっぱりクォーター制だと思うんですよね女性をいかにあの議員にするかということはもう日本がもう先進国で最低の段階に遅れているわけですよねでそれをあの選挙制度の中でどう設計していくかと。 仕込んでいくかということはね、あの今後。あの選挙制度を考える上でも避けられない問題だと思います。あのもともとやっぱり民意の反映ではなくて、小選挙区制、民意の反映にはふさわしくない小選挙区制を導入するための。 まあギミックと言いますかえ言葉として出てきたのがおそらくこの「ミ意の集約というものじゃないかなというのが正直なところですし現状でもそうなんだろうと思います要するにこの言葉を使うことによって小選挙区制の批判をそらしているそういうまあワードとして使われているというふうに私自身も思っていますしえその選挙制度を考える時の一番の,その選挙制度が実現すべき目的 というところに民意の繁栄以外にその集約というものが入ってくるのかという議論はやっぱり根本からあると思っていますしそれは実際には議会制民主主義とは何であるのかとか国民主権とは何であるのかそして憲法はどういうものをえそのこの国の制度設計として考えているのかとそういうものからきちんとまあ原理原則として議論していった時にえ民意の繁栄以外に集約というワードが本当に立つのかと。 いう議論が必要だろうと思っていますし私はやはり、えー、それは違うのではないかというふうに思っていますで、同時にそのやはり、えー、田中さんがおっしゃった通りその、えー、集約と反映ということを一緒くたに選挙制の中で論じることで結局はその えー、多様な民意があってその多様な民意をどうその国会に反映するかで反映された議員たちがその多様な民意をどうやって、えーまあ、調整をしながらこの国の在り方を決めていくかっていうそれが、えーまあ、集約といいますか、えー、議論であり、えー、政治だと思うんですね。でそここののととろのやっぱりり役割ををを、えー、放棄してて、えー、最初から多様な民意を切り捨てることを集約と呼んで、えーい の特定の意見を持つ政党が多数派を占めて国会の中で議論を決めていくということでこの集約というものを選挙制度に入れてしまったことが政治のある意味で言うと劣化ですとかそういったものこの国会民主主義の中での議論そういうものの中で多様な意見を議論を成熟させて決めていくと。